なんかもう、ゆるす玉みたいのあるけど。地球が。面白いことするじゃないの、フリーザのやつ。地球ごと道連れにしちゃうとはね。みんなは、フリーザはどうなっちゃったんだ。皆さんはご覧の通り、コッパみじんですが、フリーザさんは、多分死んでいませんよ。うわぁ、フリーザマジ頭いいなぁ。僕川崎ちゃん、こんにちは。あ、初見さんいらっしゃい。初見さんじゃないです、ごめんなさい。そんな。ドラゴンボールやん。ドラゴンボールなんですよ。ドラゴンボールも消滅してしまったっていうことだろう。悲しいゲームやん。悲しいゲーム、まあもう感動シーンもありますからね。そういうことになるね。つかまって、俺8時からアンダーテールのライブする予定なんだけど。じゃあ。蹴りをつけますか。元はといえばお前の甘さが招いたことだ。さっさとフリーザを倒しておけばいいものを、お前は戦いを楽しみ油断していた。ああ、まあね、すまねえ。だから今度はそんな失敗をするなよ。フリーザをすぐにあの世へ送り返してやれ。今度はってさっきから何のことだ。私は時間を巻き戻すことができるのです。まあ巻き戻すと言っても3分前が限界ですが。それほんとチートだよな。これから時間を巻き戻す。ほんとはフリーザーの勝ちだったのにね。地球は破壊される直前まで戻ることができます。そっか、だから今度はフリーザーを。そういうことだ。さっさと倒せば地球は破壊されずに済む。そういうことか。まだそんな手が残ってたんか。ただし今回は特別サービスだ。地球の物をなくすのは惜しいからね。やっぱビルス様、地球残ってほしいじゃん。今度は失敗するなよ。あ、では時間を戻しますよ。いいですね。うん、頼む。さあ今度こそ悟空 VS フリーザかな。うわ、すごい。さあ、悟空さん、時間は戻りましたよ。コントロール触ってなかった。サンキュー、ビル様、牛さん。サンキューな。さあ、いよいよラスト決戦じゃない？貴様はもう終わりだ。ごめんね、このシーン何度見てもちょっとおもろいわ。時代はとっくに終わってるんだ。消えやがれ。にやり。何がおかしい？バカめ、時代が終わっているのはお前らの方だ。な、もうギリギリだよな今。悟空。何？通常形態？フリーザ、やっぱおめえとはちゃんと蹴りつけとか。うわ、来た。やっぱちょっと映画と変わってるね。俺の悪さはオラが許さねえ。こいつ、俺の考えを読んだというのか。おのれ、おのれ、おのれ、おのれ。いや、ちょ、もうごめん、フリーザネタにしか見えなくなってきちゃった、どんどん。孫悟空、何度俺の邪魔をする。お前はこのフリーザ様の前に。やっぱフリーザこういう口調がいいよ。いけないんだ。さあ終わりにしようぜフリーザ。お前の時代は終わったんだよ。この地球を破壊してやる。
かっこいい。うわ、これかっこいいんだよ、マジ、悟空の技で。いや、かっこいい、ガチかっこいい。オッケー。あー、避けられたか。で、間に合ってくれ、スタンしろ。ナイス、龍拳、龍拳。強い、もう一発いける、もう一発いける、龍拳。全然まだいけるぞ、全然まだいける、龍拳。あー、元気玉通常形態に戻っちゃう、だった。あー、全然効かない。起きたか。さあ、これ避けまくるぞ。これはガードね。オッケーオッケーオッケー。で、次はデスライサー2、3。やばい、当たっちゃった。はい、次は、あー、それね。それは近くに行く手からも撃つよね。もう見慣れてんだよ、お前の技。それも当たらない。うわー、ちょ、デスビーム早すぎるって。オッケー、やばい、ちょっと近づけ、動く。もう一回スタンさせるぞ。いや、ガードが間に合わない。いや、これは避けないとダメだけど、危ねえ。いや、危なくない、全然当たってる。ちょ、お前、ちょ、お前、俺次の配信があるんだって。次の配信があるんだ。悪いけどすぐに終わらせる。避けて、ごく、ナイス。いや、マジ、あともうちょい。油断しないでくれ。オッケーオッケー。それは普通に避けてるだけじゃ当たっちゃうから、オッケー、もう大丈夫。よいしょ、やばい。じゃあ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫、まだ大丈夫。オッケー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 。それは余裕、まだある。デスビームだ、危ねえ、よく見た。デスビームだよね、デスボール。本気出してやるよ、ゴールデンラッシュ。ナイス、オッケー、ユーケン。待って、ほんまに死ぬ、あぶね。ちょっと待って、マジ死ぬ。ちょっと待って、ここまで来て負けるのは無理。うわ、避けて、ナイス、避け。ちょっと待って、無理無理無理、ここまで来て負けるのは無理。ちょ、お前長すぎだろ、お前、一度お前のパンや。ちょっと待って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 、ちょ、待って、本当に一発も当たらないで、ちょ、今も邪魔だ。ちょっと待って、ほんまに集中しろ。オッケー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 、決めろ、マジで、これでマジで死ぬ。ユーケン、ちょ、お前マジで耐久力高すぎだろ。ゴールデンラッシュ、それが一番避けられないの。マジかよ。あー、はいはい、ちょっと待って、ユーケン打ってる場合じゃないよ。ナイス、これガード。いやー、オッケー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 、当日け、俺これ良ければ勝てる。いやー、ちょ、避けるのに専念しろ。あー、避け、よし、ヒートアップはしちゃダメね、ヒートアップはしちゃダメ。オッケー、それはこうこう、危ない、こうです。あー、はい、待って、ほんまに死ぬな。オッケーオッケー、落ち着け落ち着け。ちょ、マジ攻撃力高えよ。オッケー、デスボールは簡単。デスボール、それマジ当たんねえから。オッケー、ナイス、オッケー。もう一回打ってくるよね。
デスボール簡単。終わった。パッ。終わらせる。ちょっと待って、リュウキャン当たって。頼む、これで決まってくれ。おらららららら。お前、突き当たれんな。殴れ殴れ殴れ。いや、マジか。あ、これ違う。僕だ。あのな。いけない、いけない。追撃。オッケーか。これ勝ったっしょ。かっこいい。やばい。映画とちょっと変わってるけどさ、めちゃくちゃかっこいいな、こっちも。A ランク。ふぅ。マジでふぅだよ。やっと倒した、マジで。そう、これには訳があるんだ、ベジータ。俺は貴様と交代しろなどと言っていないぞ。まあまあまあ。一体何が？実はさ、カクカクシカジカね。みっともない話だ。破壊神が星を再生するなんて。ああ、まあ確かに。いいじゃないですか。これでまた美味しいものが食べられるんですか。それも確かに。それにしてもあの二人。新しい力を感じ、いやー、でも本当に強かった。これゴールデンフリーザーまだ簡単だと思ってたんだけど、 DLC こんな難かったら未来編とかバーダック編もっとむずいかもな。どうだかね。にわかには信じがたいが、時間の巻き戻しか。だが確かに奴ならできるかもしれんな。でさ、今回はなんとかなったけど、ほら思ったんだ。ん？最初から二人で組んで戦えばこんなピンチにはなんなかったかもしんねえって。まあ、確かにな。ごめんだな。俺は俺の力で勝つ。他の力などいらん。はは。よかった。オラもだ。いや、そうなんかい。一人で戦えてよな。ほんと面倒なお二人ですね。ちょっとコメント読むの忘れてた。めっちゃ満足感に浸ってたからコメント読むの忘れてた。ちょうどいいのかもしれんな。かくしてフリーザ軍による侵攻は悟空たちの活躍によって終わった。あ、みんなナイスクリア、ありがとうございます。やっと倒しましたよ。こんな強かったんだゴールデンフリーザー。しかし今日もまた悟空とベジータは激しい修行を続けるのだった。さらなる高み、最強を目指して。さあ、ということで今回で、おっと、悟空とフリーザの宿命がこれでついえたかどうかは分からない。あー、それはサバイバル編だね。ということでゴールデンフリーザ編、これにて終了です。